僕程度なんて誰でもなれるんですよ。人間の能力って大した差はないんですよね、うんうんうん、つまり世界で一番足が速い人、ウサインボルトと僕今全力で 100m 走ると多分 14、15 秒ぐらいですよ、うんうん、ウサインボルト9秒ぐらいですよ。つまり世界最高峰の人間の 100m で9秒で何のトレーニングもしてない僕が走ったって2倍の差もつかないんですよ、うんうん、つまり人間が持ってる能力ってその程度の差しかないわけですよ、うんうんうん、なんで追いつかないかって言ったら僕自分の子供10歳なんですけど、うん、分かったんですよ、はい、みんなできることをやんないだけなんですよ、うん、つまり知ってるのとできるのとやってるは実は全然別物で、みんな知っててできるけどみんなやらないんですよ、だからできないんですよ。だから俺の子供に帰ってきて、お前宿題やったか、今日の復習やったか、やんないとお前明日勉強できないぞって言ってるお父さんは会社の仕事の復習しないんですよ、うんうん、子供に教えてて自分だって分かってるのに、じゃあ自分の今日の仕事の復習やって明日の仕事の予習やってから臨んでますかってビール飲んで野球見てるんですよ、うん、だからそれやるだけだって絶対結果出るじゃないですか、はい、朝来て元気な声でおはようございますって言えば、その場にいる人みんなにいい気持ちになってもらえることぐらいみんな分かってるけど、でも会社来て朝から笑顔でおはようございますっていう人誰もいないんですよ、うん、おはようございますみたいなやるんですよ。あでもそんなの子供だって知ってるし、あ朝挨拶を気持ちよくすれば人から信頼される、もしくは好かれることぐらい知ってる、できる、声も出せる、でもやってない、全部その繰り返しなんですよ。今日田中さん初めてお目にかかるんですけれども深く共感しますね。嬉しい。